令和4年1月21日金曜ウレタンレースです。よろしくお願いいたします。夜9時から、開催しております金曜ウレタンレース、前半戦はナローツーリングクラスを行います。練習走行はすでに完了しておりますので、予選第1ラウンド第1組まもなくスタートいたします。出走ドライバーは藤原選手、上松選手、松井選手、凛太郎選手、勝田選手。はい、では参りたいと思います。金曜ウレタンレースナローツーリングクラス予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。キングレナローツーリングクラス予選第1ラウンド第1組は1台ちょっとスタートが遅れたか、オープニングラップトップで帰ってくるのはどのマシンだ。トップは藤原選手、ね、2番手松井選手、3番手上松選手、4番手勝田選手、5番手凛太郎選手。さあオープニングラップから流れる展開になった。さあゴロブロックを上松が押しのけていって2番手上松、その間トップ藤原が少しリードオーバー展開。上松2番手、3番手勝田、4番手松井、5番手凛太郎。さあトップ藤原選手、白蛍光、イエロー蛍光、ピンクのマシン、2番手合わせがテルツノーザー、上松 VS 勝田。いやトップ藤原ミスがあった。さあこの隙をついて勝田が2番手に浮上、トップ藤原2番手勝田、3番手上松、4番手松井、いやトップ藤原がミスって両側からいけなかった。さあ上松結果トップに立った。トップ上松、2番手松井、3番手藤原、4番手勝田、5番手凛太郎。レース残り時間1分50秒です。さあ流れつつもポジションの入れ替わりがありました。さあトップに立ったのはイエローグリーンのマシン上松選手、2番手白ピンク色のマシン松井選手、3番手藤原選手、4番手勝田選手、5番手凛太郎選手。レース残り時間は折り返し地点です。残り1分30秒3分間周回レース、折り返し地点を過ぎまして残り1分30秒。さあ3位か黒潮型、トップ上松、2番手松井、3番手勝田、4番手凛太郎、5番手藤原。レース残り時間は1分20秒ですね。残り1分20秒。さあこのままトップ、あーっと転倒。さあ松井が痛恨の転倒。いやいやしゃあないね。さあ残りは1分です。残り1分、トップ上松がこれ単独いいですね。序盤の混戦を制して残り1分です。残り1分。さあ2分経過いたしました。トップ上松現在中央セクションのスラローム、イエローグリーンのマシン、2番手に上がったのは勝田選手、白青のマシン、3番手争いが凛太郎と松井の3番4番テルツノーザ。さあ中央セクションのテルツノーザのバトル、少し間が空いて5番手に藤原。レース残り時間は40秒です。残り40秒。さあトップ上松が後半いい形を作った。残り時間まもなく30秒です。レース残り30秒。キングレナローツーリングクラス予選第1ラウンド第1ヒート、トップ上松が現在計測の駆け上がり。さあ2コーナー先頭出てます。さあ残り15秒です。残り15秒。さあトップは上松、イエローグリーンのマシン、2番手、勝田選手ですね、白青。ラスト10秒です。ラスト10秒。さあ間もなくタイムアップ。さあタイムアップです。次からゴールゴール。さあトップゴールは上松選手、ゴールゴール。まだレース続行中、あと2台。はい、電車ゴールです。トップゴールは上松選手、14ラップ3分1秒16。はい、では続きましてナローツーリングクラス予選第1ラウンド第2組ご準備の方お願いいたします。第2組出走ドライバーは高木選手、かっちゃん、渡辺父、渡崎選手、片山選手、店長。前列グリッド、高木、渡辺父、店長、高木、渡辺父、店長、前列グリッドです。皆さんレイアウト LINE で送ってくれはったら即採用しますんで、お気軽に送ってください。反応なし。レイアウト作るならそうか。いやいや、追ってますから。ネット上に落ちてますんで。あ、そう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 。そう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 。うん、ゾンさんがフリーで作って置いてあるんです。
はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。キングレーナローツーリングクラス予選第1ラウンド第1ヒート3分合唱からスタートです。スタート10秒前。1位かっちゃん、2位わったん、3位かずさん、4位こうき、店長父の順、ベストはわったんの12秒410、あ、12秒330のこうきがいってました。トップと 0.3 秒。うちかっちゃん、わったん、差はコンマ、ミスがあって 1.7 秒。あ、ちゃうわ、ごめんなさい。カウさん2位。あ、かっちゃん、かずさん、わったん、こうき、店長、父。残り60秒。1位と2位と3位は 0.4 秒、2位と3位は2秒。残り30秒。タイムアップ、4番ゴール、カズさんゴール、6番ゴール、3番ゴール、5番ゴール、34番ゴール、2番ゴール。ナローツーリングクラス予選第1ラウンド終了しまして、集計結果が出揃います。続きまして予選第2ラウンドに参りたいと思います。47ですわ。今のところ暫定シードは上位4台、かっちゃん、かず、上松、わったん、わったんが暫定4位の14ラップ3分4秒、暫定5位こうきが14ラップの3分5秒、この間に暫定シードのボーダーラインがあります。では続きまして、ナローツーリングクラス予選第2ラウンド第1組、スターティングリッドにお付きください。前列グリッド、上松選手、勝田選手、上松選手、勝田選手、前列グリッドです。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。キングレナローツーリングクラス予選第2ラウンド第1組、3分間周回です。スタートです。スタート、10秒前。さあスタートしました。さあ2コーナーの攻防、1台転倒、まだまだオープニングラップのタイムロスは全然挽回が効く。
さあ、やってもた。上松選手はやってもたと言っていたが、トップは白のマシン、勝った選手。さあ、序盤からいい形で抜けるトップ走行となった。2番手松井、3番手凛太郎、4番手藤原、5番手上松の順。さあ、2番手はそれがテルツノーザー。2番手白ピンク松井、すぐ後ろにオレンジイエロー、黒白のマシンが凛太郎。さあ、その間にトップ、おっと、さあ4番手藤原がちょっとミスが重なったか。さあ、これでトップ単独勝った選手、白青のマシン、2番手が松井凛太郎、兄さん、そして4号が藤原上松。さあ、これは生かしたか、危ない。さあ、残り時間2分です。序盤の1分が経過いたします。トップ勝った2番手松井、3番手凛太郎、4番手上松、5番手藤原。残り2分。さあ、レースは残り2分です。序盤の1分が経過、残り2分、残り2分。さあ、おっと、さあ松井がミス、戻れない戻れない、一気に4番手まで交代。さあ、勝手に凛太郎が2番手に浮上。トップ勝った2番手凛太郎、3番手に上松、4番手松井、5番手藤原。さあ、あー、転倒。さあ、戻った。さあ、残り時間は間もなく折り返し点の残り1分30秒です。残り1分30秒。トップ勝った2番手凛太郎、3番手上松、4番手松井、5番手藤原。さあ、トップ勝ったは序盤から非常にいい形でトップ走っている。予想周回は15ラップが点灯している。2番手凛太郎も悪くない。さあ、1回目は沈みましたので、凛太郎はこれは決めたいところ。3番手上松、4番手相当4番手争い、松井藤原の泥沼、4番5番争いだ。ラスト1分、ラスト1分、3分間周回です。2分経過いたしました。金売れナローツリンクラス予選第2ラウンド第1組。さあ、第2ラウンドに入って全体的にペースが上がってきた。さあ、さあ、これで2番手凛太郎ミスがあったか。上松がすぐ後ろに迫っている。レース残り時間40秒です。残り40秒。さあ、2番3番凛太郎上松、そして4番5番あたりよかったか。さあ、上松さん2番手に浮上。残り30秒。さあ、残り30秒です。残り30秒。トップは依然勝った。2番手、これで上松が後方 3.8 秒。3番手凛太郎、4番手松井、5番手藤原。レース残りは間もなく15秒です。残り15秒。残り10秒。さあ、ラスト10秒のコール。さあ、もう一周入る入る、もう一周入った、勝った。15ラップ目だ。ここでタイムアップ、上松ゴール、凛太郎ゴール、松井藤、まだレース続行中です。レース続行中、レース続行中です。はい、前者ゴールです。トップゴールは勝った選手。15ラップ3分10秒63で暫定ポール更新ですね。さあ、これで、上位陣がちょっと入れ替わりがありまして、勝った、かっちゃん、かず、上松で、上位暫定4台となりましたので、凛太郎が暫定5位ですね。14ラップの3分1秒、上松選手暫定4位、暫定5位、凛太郎が14ラップの3分2秒と、この間に、シードのボーダーラインがあります。はい、では続きましてナローツーリングラス予選第2ラウンド第2組へ参りたいと思います。出走ドライバーは、コウキ、カッチャン、渡辺チ、渡崎、片山店長、前列グリッド、カッチャン、渡崎、カズ、カッチャン、渡崎、カズ、お三方前列グリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。ナローツーリングラス予選第2ラウンド第2組、3分間周回でスタートです。スタート10秒前。ミヤラ取ってこうか。え？ミヤラ。ああ、おい。取ってきて。取ってきて。あ、ミヤラ、離れてるよ。何や。何や。綺麗に流れたね。はい、順位順番に、かっちゃん、渡崎さん、こうちゃん、かずさん、パパさん、店長の順番です。
なんか順位がだいぶ変わりましたよ。残り2分。はい、順位、かっちゃん、若崎さん、こうちゃん、パパさん、店長、カズさんの順番です。かっちゃんがベスト12秒5、若崎さんも12秒41、こうちゃん12秒4、パパさん12秒88、カズさん12秒63、店長13秒34。はい、時間どうやった？はい、残り1分と少しです。お、渡辺さんベスト12秒34、早い。残り1分。こうちゃん12秒4、早い。あっちゃん12秒5。はい、残り40秒ぐらいです。ちゃん、渡崎さん、こうちゃん、パパさん、店長、カズさん、この順番。はい、残り30秒。はい。渡崎さんが早い。12秒34。一番早い。はい、残り10秒ぐらい。残り10秒。タイムアップ3番ゴール5番ゴール4番ゴール34番ゴール2番ゴール6番ゴール。はい、どうも。松井さん実況いいですね。何よりも声がいい。声がいい。声いい。そして落ち着いてて、松井さんの実況めっちゃいい。松井さんの走りはあんな雑いのな。はい、では集計出まーす。ナローツーリングクラス集計結果、予選集計結果出まして、上位5台、かっちゃん、勝田、わったん、かずまでー。カズちゃん1回目残りました。1回目残ったカズちゃんだけ。あと全員2回目で全員あげました。はい、では続きましてナローツーリングクラス決勝レースへ参りたいと思います。決勝 B メイン出走ドライバーは上松選手、幸喜選手、凛太郎選手、松井選手、藤原選手、渡辺父店長、以上7台走行です。はい、では参ります。キングレナローツーリングクラス決勝 B グループ8分間周回です。スタートです。立ち上がりは10秒前。立ち上がりは2、3人。上松、幸喜、凛太郎、松井、パパ、店長、藤原。上松君ミス。これでトップ幸喜に変わりました。残り7分。1分が経過。まあ、これでまた幸喜がミス。もうちょっとみんなゆっくり行ったらあそこ。そんな勢いで抜けなあかんの最終。
あー、店長が乗った、降りた。トップは依然、上松。2番手、高木。3番手、凛太郎。4番手にパパが上がってきました。凛太郎が何かぶつかった。立ち上がりは3台 ?4 台いや、2台、3台。3番手の凛太郎の後ろにパパが来た。パパ、松井。立ち上がりのボーダーラインは今、凛太郎とパパの間にあります。1位、2位は完全に抜けました。あ、松井さんが飛んでった。残り6分。やっと凛太郎がミスってパパが3番手。立ち上がりをかけた。まだまだ凛太郎いける。まだまだ5分43秒あります。諦めないです。立ち上がりました。注目は3位、4位、1位、2位も近いが、ここはもう勝ち上がり抜けてます。松井さんが引いた。凛太郎が前で暴れてる。あっと、陶器が転んだ。残り5分。これでトップは上松さん。トップ上松さんが逃げて2番手コーヒー、ここもまだ安全圏内。3番手4番手も少し空いて1秒6、それでもまだ1秒6。どうなった？誰か止まってんな。凛太郎が止まった。残り4分。凛太郎リタイア。トップは上松さん。2番手こうきちゃん。これで近いのはパパと松井さん。勝ち上がり圏内、これ1秒2。注目はここです。トップ上松さんが4番手松井さんをラップしていく。残り3分。残りまだ2分40秒あります。注目はパパと松井さん。グリーンとピンク見たまんま近づいてます。 0.6 秒。トップと2位はもう独走状態。残りは2分13秒。残り2分。
畑山君オイル巻いて今。あのボタン押してオイル巻いて。上松さんがなんかミスってる。残り1分18秒。まだまだ3位4位が熱い。残り60秒。おっと、何にもないとこでパパがミスった。これで3番手に松井さん、4番手にパパ。残り30秒。残り10秒。さあさあ、松井さんとパパ、その差 0.7 秒。ファイナルラップ、タイムアップ。5番、ゴール55番、ゴール34番、ゴール1番、ゴール4番、ゴール3番、ゴール6番、ゴール立ち上がりは上松幸喜松井。はい、では続きましてナローツーリングラス決勝へ見えまいりたいと思います。まずポールポジションかっちゃん、5番。はい、2番グリッド勝田選手、3番グリッドバッタン、4番グリッドカズちゃん。勝ち上がりの5番グリッド上松選手、6番グリッド幸喜選手、7番グリッド松井選手。以上7台走行、スターティングリッドにお付きください。7番エントリー。今度NSB19 グランプリ A メインは追突即リタイア、だ失格だそうですんで、噂に。え、前の車が死ななくても死んだらフェンスに触れて触るのは OK。 いや、触ってポジションキープやったな。触った瞬間アウト。お触り一切禁止。なるほど。完全に横並んでまうまで触ってます。なるほど。ですんでだそうですね。みんな上手いんだ。5番エントリー。じゃあ今からそれ。お触りでいこう。もう見られたんだ。じゃあ金売りはポジションキープは OK、 触っても。うん、はい、では参ります。スタート10秒前。前が死んだら、まあ、失格とは言いませんけど、失格とは言いませんけどね、それぐらいの精度出してください。さあスタートしました。はい、オープニングアップは関係なし。潰れた。ボディナックル。さあ2コーナーで暮らし方が、トップかっちゃん、2番手上松、いや勝った3番手かっちゃん、4番手こうき、5番手松井、6番手上松、7番手わったん。いいですよ、素晴らしい。さあトップかっちゃん、2番手勝った、3番手かっちゃん、4番手こうき、5番手上松、6番手松井、7番手わったん。
残り7分。さあ残り時間6分45。さあなんだかバタバタしてましたが、トップ2台、いや3台か、かっちゃん、かつた、かずちゃんが現在中央セクションですね、3台、トップかっちゃんがストレート、赤白のマシン、そのすぐ後ろ白ライトボールのマシンが勝田選手2番手、3番手にカズちゃんグリーンのマシン、4番手上松選手はその後1秒、あっと勝田ミスがあった。さあこれでカズちゃんトップ、2番手勝田、3番手カズ、4番手上松。さあピットピット、前 前がハマってない、残り6分。止めてあげて、なんで割れてんの、危ない危ない、まだあれやで、松井と割ったんどういったやで、あもういった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 、もうワンラップや。さあ、順位整理します。トップかっちゃん、赤白のマシン、2番手勝田選手がその後ろ 1.1 秒、白青のマシン、3番手上松選手は 0.5 秒でつけているイエローグリーン。さあこのトップ争い1、2、3、そして少し間が空いてグリーンのマシンが勝つ、4番手、5番手コウキ、6番手ワッタン、7番手松井、コウキワッタンが 1.8 秒ドイツ中華ですね、5番6番。さあレースは残り5分です。上盤の3分が経過いたしました。さあこれで勝田、上松、2番3番がほぼセールスノーズの 0.4 秒。さあトップかっちゃん、赤白のマシン、現在中央スラローム、その後ろ白青が勝った2番手、さあ上松ミス、さあ3番手上松がタイムロス、さあトップはかっちゃん、赤白のマシン、2番手勝った選手はその後方 0.8 秒。あれを予想して前を送ってるね、もうほぼ超能力ですよ、もう常に前の状況など判断し持って自分の車を精一杯走らせるだけではないんですよね、レースはね、その他にもいろんな要素を対応することがレースのテクニック、スキル。残り4分。はい、まだ折り返し点残り4分あります。トップかっちゃん、2番手勝った 0.9 秒差。3番手は上松単独ですね。4番手かずちゃん、グリーンのマシン。5番手ワッタン、白ピンク。6番手コーギア、白蛍光オレンジ。ワッタン攻撃は入れ替わっている5番6番、ドイツ周回の 1.2 秒差、7番手に松井選手、残り時間は3分20秒です。さあ後半戦が2に入りまして残り3分20秒、中央点灯いいよ、そういう選手もいた方が練習になるんで。残り3分。まあポジション争いしてるやつからしたらたまったもんじゃないんですが、でもそんなことは公式戦でもよくありますんで。さあ残り3分です、残り3分。さあ依然トップ争い、かっちゃん勝った。さあ難しいところ走ってる車優先ね。さあ上松もまだまだ食らいついてる。レース残り時間は2分30秒です。トップかっちゃん、2番手勝った、3番手上松、4番手かっちゃんがグリーンのマシン、あーやってもうた。さあかっちゃんがフェンスオーバー、これで3番手まで交代、トップに立った勝った、白青のマシン、さあ粘って粘って、レースは残り2分15秒、2番手上松が後方 0.7 秒、かっちゃんは3番手上松との距離が 1.8 秒、4番手カズ、5番手コウキ、6番手ワッタン、7番手松井、
レース残り時間はまもなく2分です。残り2分。さあ瞬間瞬間レーストップが入れ替わりました。さあ白青の丸ボーっと、さあ勝ったすぐ後ろ植松、同じコーナーでフェンスチップがあって、その差は 0.5 秒差。レース残り時間1分40秒です。さあ片谷3番手まで交代したかっちゃんは 1.7 秒後方。さあ1位にテルツノーズ、あこれやり合ったらかっちゃんが喜ぶよ。まあどっちにしろスタートあかんかったって思い出した。さあ残り1分20秒です。残り1分20秒。さあトップ勝った2番手上松 0.2 秒、ストレートの2台1位に前を走る白青のマシンが勝った選手、そのすぐ後ろイエローグリーンが上松選手。残り60秒。さあラスト1分、ラスト1分、おっと、さあ上松が後方からプレッシャーをかける。しかし勝った選手もなんとかしのぎ切りたい。さあ残り40秒、勝谷が来た、勝谷が来た。さあ3番手勝谷が猛プッシュ、トップグループに追いついてきた。さあ勝った上松、残り30秒。さあ最終局面残り20秒、1、2、3。残り10秒だ、残り1周半。さあ1、2、3つながった、ファイナルラップだ。さあここで8分経過。おっとタッチミス、おっと、うわやっちまった、やっちまった。ドンマイナイスファイト、トップゴール勝った選手にかっちゃん、3位上松選手でした。お疲れ様でした。いやいや熱いレースでした。最後までナイスバトル、上松かミスかあったよ。ナイスラン、ナイスラン、玉砕戦法でしたね。最後当てられて、当てられた瞬間勝っちゃったの勝ちなの、ただ俺が見たら当てられた、そう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 、ゴールできてへんかった。まあどっちでもカットやったらもう関係ない、関係ない。はい、以上に鉄筋折れたレースナロツリンクラス終了です。令和4年1月21日金曜ウレタンレース後半戦を行います。後半戦はオープンクラスですね、練習走行はすでに終了しておりますので、第1組出走ドライバー、かっちゃん、藤原選手、上松選手、幸喜選手、店長、前列グリッド、かっちゃん、上松、店長、かっちゃん、上松、店長、前列グリッドです。スターティンググリッドにお付きください。はい、では参ります。キングレオープンクラス、予選第1チャン第1組3分が終了です。スタートです。スタート10秒前。よいしょ。さあスタートしました。キングレオープンクラス予選第1ラウンド第1ヒート。さあまずトップで抜けてきたのはかっちゃん、2番手上松、すぐ後ろ幸喜、ここで幸喜が上松を弾き飛ばしていった。さあ2番手幸喜、3番手店長、4番手藤原、5番手上松。さあかっちゃんがじりじりとリードを広げていくか。さあ練習走行上位持ちタイム上位2台が抜け出してきた。さあ3番手店長、すぐ後ろ藤原がつけている。さあ少し遅れて5番手に植えます。さあ1位2位の差がこの周で、おっと攻撃はミス。さあこの周で 1.8 秒。さあ2番手3番手大きく離れて
3番手店長、4番手藤原がコンマ4秒。あ、ここが一番近いか。おっと、藤原がミス。あ、これで少し離れた。おっと、コーギーがミス。さあ、これでカッチャンとの差が 3.3 秒。いや、もう少し開いたか。さあ、残り1分30秒。さあ、カッチャンが快調にリードを広げていく。おー、ベストラップ 10.08 のアベレージは 10.15。11.15。すごい。さあ、さあ、ここで、コーギーが鬼のベスト10秒61。もう完全にもう。さあ、残り1分。さあ、コーギーが完全にもう暴れん坊になった。さあ、トップ、かっちゃん、2番手、コーギー。ああ、でも3番手、まだこんな離れてるのか。さあ、全体ちょっとばらけてしまいましたね。さあ、残り40秒。さあ、かっちゃん、コーギー、店長、藤原、上松。さあ、上松さんはちょっと練習走行から調子が上がらない。さあ、ラスト30秒。残り20秒。さあ、かっちゃんだけ予想周回17がついてます。さあ、2番、おっと、残り10秒。さあ、ラスト10秒、かっちゃんも一周入るか。大きはラストラップ。おった、タイムアップ、5番、店長ボール、ハイボール、ゴール、あと2台、ハイボール、あと1台、はい、電車ボールです。いいお疲れ様。キングレオープンクラス予選第1ラウンド第1ヒート、トップゴールはカッチャン、唯一17ラップ3分9秒56。続きましてオープンクラス予選第1ラウンド第2組ご準備の方お願いいたします。出走ドライバーはカズちゃん、勝田選手、ワッタン選手、凛太郎選手、松井選手、渡辺っち。エントリー OK です。前列グリッド、カズちゃん、渡辺父、勝田。カズちゃん、渡辺父、勝田選手、お三方前列グリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス予選第1ラウンド第2組3分間周回レース、スタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。スピード域が一気に上がって、オープンクラスなかなかトリッキーなレイアウトが牙を向いてきます。あとはレイアウトだけではなくて、バンピーな路面状況にも各選手苦しんでおります。さあ、その中トップは青白のマシン、勝田選手、快調に抜けてきた。2番手かっちゃん、グリーンのマシン、3番手ピンク色のマシンがワッタンかな、ミスワッタン。さあ、トップ青白のマシン、勝田選手は現在ストレート、カズちゃん2番手グリーンのマシン、3番手渡辺選手は白蛍光グリーン、4番手ワッタン、5番手凛太郎、6番手松井選手のレースオーダー。残り時間は序盤の1分が経過いたしまして、残り1分です。残り1分です。いや、残り2分、失礼、残り2分です。残り2分。トップカッター、青白のマシン、現在計測からストレート1コーナーに入っていく。2番手グリーンのマシン、片山選手、こちらも丁寧な走行でいいペースだ。後方 1.3 秒というところ。3番手渡辺っち、粘っております。その後ろ凛太郎がいたぞ、 0.3 秒差。さあ、3番渡辺っち、4番凛太郎が近い。現在インフィールド中央セッション、スラロームから後半に入っていく。
白系コグリーンのマシンが渡辺っち3番手、そのすぐ後ろイエローのマシンが4番手凛太郎、5番手にワッタンピンクのザウバー C9、 いやこれで松井が前か、白ピンク、ピンク同士のバトルが5番6番だ、前松井後ろワッタン、レース残り間1分10秒です。残り1分10秒、オープンクラス予選第1ラウンド第2組、さあトップ勝った選手がいい感じで逃げている、ラスト1分、ラスト1分、さあ1対1クラッシュ、さあトップ勝った青白、そして2番手カズちゃんもまだまだ後方食らいついている 1.8 秒差、この周回で変わらず 1.8 秒、3番手さあ少し、いやまだバトル状態、渡辺っち凛太郎の3番4番争い、ここがコーナー1つ分の距離 0.5 秒というところでしょうか。さあラスト30秒、ラスト30秒、トップ勝った2番手カズ、3番手渡辺っち、4番手凛太郎、5番手ワッタン、6番手松井、さあ残り15、あっとさあ凛太郎渡辺っち入れ替わり、残り12秒、残り12秒、ナイスボール飛んでった、ラスト10秒、ラスト10秒、なんかおかしい、なんかおかしい、まあ予選2回ありますから。さあ間もなく3分経過、タイムアップ、届かなかった、勝ったゴール16ラップ3分1秒78、片山終わったゴール、凛太郎渡辺っちゴール、松井選手リタイアで停車ゴールです。さあ勝った選手が1秒78届かずの16ラップでゴール。はい、ではオープンクラス予選第1ラウンドが終了いたしまして、暫定ポールはかっちゃん唯一17ラップをマークしております。本日は11台エントリーですので上位4台ということは、かっちゃん、勝田、カズ、コウキまで、暫定シードとなります。暫定5位凛太郎が、16ラップ男僅差ですね、コウキが16ラップの3分5秒14、暫定4位、暫定5位凛太郎が16ラップ3分5秒48と、ほんま3秒差ですね。ティーンネイジャー同士の A シードバトル、続きましてオープンクラス予選第2ラウンドに参りたいと思います。出走ドライバーはかっちゃん、藤原、上松、幸喜、店長、前列グリッドは藤原、幸喜、藤原、幸喜、前列グリッド、お付きください。はい、スタートします。スタート10秒前、スタートしました。キングレオープンクラス予選第2ラウンド第1ヒート、さあまずトップで帰ってくるのは、さあコウキ、カッチャン、店長、藤原、上松、さあおっとコウキはミスター、これでカッチャンがトップ、2番手に店長、3番手コウキと見えたさあコウキが暴れてる、コウキクラッシュさあこれで、2番手に上がってきたのは藤原、3番手にコウキすぐ後ろ、おっとここで3番手上松、さあ4番手店長、5番手コウキさあコウキが暴れてるさあそんな中会長にトップで逃げるのはかっちゃん、さあ2番手上松、さあ2番手上松か、あっとかっちゃんミスった、さあ2番手に上松が上がってきたか、さあその差が 2.7 秒、おっと上松転倒、あっと痛い、さあこれはちょっと痛い転倒か、さあ3番手、これで2番手が後期、上松、藤原、じゃあ藤原、上松、店長さあ残り1分10秒、さあ後期がいるところ混乱が残り60秒、さあラスト1分、さあかっちゃんは
ちょっとこの先ほどのあれはちょっと苦しいか。さあ2番手以下が、さあ間もなく残り30秒、さあ各ジャン後期藤原店長を植えます。さあかっちゃんはちょっと更新は厳しいかな。さあ2番手後期が 5.7 秒、さあ残り10秒。タイムアップ。はい、店長ボール、かっちゃんボール、藤原ボール、あと2台。はい、ゴール、店長ボール。これ上げれたん？ 2回目誰も上がってんの、そんな悲しい。はい、オープンクラス予選第2ラウンド第1組終了しまして、誰も上げてない。はい、では続きまして出走ドライバー第2組、カズちゃん、リンタロウ、渡辺千代、綿崎、勝田、松井、前列グリッド、リンタロウ、綿崎、松井、リンタロウ、綿崎、松井、前列グリッドにお付きください。4番5番のオーダーは後期が16ラップ3分5秒14、凛太郎が暫定5位の16ラップ3分5秒48と、この間このタイムを超えてこないと A シードには残れません。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。キングレオープンクラス予選第2ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。さあ1台2台転倒、危ない、うまい、ナイス。さあなんだかんだスタート1コーナー直後クラッシュがありましたが、トップは青白勝った。さあこれも勝ったは17ラップは必須条件だ、ポールポジション狙っていくならば。2番手争いはここで、さあ渡道が生かした形になった。いやートップ、さあ勝ったミス。さあ3、4コーナーでクラッシュがあった。これで凛太郎がトップに立った。さあ凛太郎黄色いマシン、リンタロウも1回目は A シードボーダーの真下のタイムですので、ここはタイム残していきたい。トップリンタロウ、2番手勝った、現在ストレート2台、3番手に渡辺っち、4番手カズちゃん。さあ渡辺っちも1回目暫定6位ですから、まだまだチャンスがある。さあレースは残り2分です。さあ勝田が4コーナー再びミスがあった。これね、4コーナー進入結構立ち位置でオープン首振らんとあかんかったら合わせづらかったですね。ですね。さあトップリンタロウ、イエローマシン後ろに2、3、4、いやミスがあったか。これでワッタン、カズちゃん、松井の順4、5、6。さあ勝ったがミスを、これで凛太郎単独トップ、2番手渡辺っち。さあ勝った選手はもうねタイムを上げられなさそうですから。さあ残り1分30秒切りました。残り1分15秒ですね。さあトップ凛太郎単独、このままいけば凛太郎のペース的にはどうなんや。いやここギリギリのとこ、ここ踏ん張り切ったらA シード届くかどうかというところ。ラスト1分、ラスト1分。さあ黄色いマシン、トップリンタロウ選手、2番手渡辺、あー転倒、これで A シードは絶望的。残り45秒です。変わってと全員無理かな、もう全員無理ちゃうかな、もう残り35秒。
残り30秒。あれかな、チャンスやったら頑張らなあかんと思ってまうからな。チャンスやったら置いてでもタイム残そうっていうスタイルが必要。さあ残り10秒です。残り10秒。ワッタンはこれ上げられそうですね。いや、そんなことないよ。さあゴールゴール、渡辺知事勝った、片山ゴール。レース続行中です、レース続行中。あと2台もう1台、はい、お疲れ様でした。トップゴールは渡辺の16ラップ3分9秒66。頑張ったらあかんねーよ、やっぱりすっごい、誰一人2回目ほぼ上げられてんの。まあ1回目がね、リタイアでしたからね、ほぼほぼね。はい、では、オープンクラス決勝 B メインスタートいたします。凛太郎から総受台をお選びくださいね。1番グリッド凛太郎、2番グリッド渡辺知事、3番グリッドワッタン、4番グリッド店長、5番グリッド、松井選手、6番グリッド藤原選手、7番グリッド上松選手、ご準備の方お願いいたします。はい、スタートします。勝ち上がり3だよね。スタート10分前。待て。帰ってきたな、松井さん。変わるとこ抜けた。なかなか荒れとるぞ。落ち着いて。松井さんがトップ。出た。松井さんの納豆走法。まだ早い。2番手に上がってきたのは凛太郎、3番手店長、松井、じゃあ藤原、ワッタン、上松、パパ。さあ松井さんの納豆走法の後ろにカットベ凛太郎。すごいね、一周の間に何回も当たってるのに松井さんと離れへん。むしろ追いついてるって。負けた。これでトップに出たのは凛太郎。2番手にワッタンが上がってきた。あっ。はい、たたたたたた。残り6分。凛太郎、ワッタン、松井、パパ、上松、藤原、店長。店長抜けてる？あ、店長3番手？ OK。 トップ、ワッタン、あ？ワッタン、あ、変わってるわ。トップ、ワッタン、持てる。立ち上がりの3番手、3、4、5が近い。残り5分。
パパが4番手、5番手に松井さん。危ない。おっと、店長の方で、危ない。ワクタン・リンタロー3番手パパやね。4番手が松井さん。立ち上がりをかけた3番手は松井さんとパパ。パパが今2秒5前走る。藤原さんが外れた。残り4分。おっと、これで一瞬銀太郎が前に出たのがまた戻った。上松さんが切り込み切って飛んでった。もうエアでいけいけ。さあ銀太郎の後ろにパパが近づいてきたぞ。これで2秒。1位2位が1秒8。残り3分。ワンタン・リンタロー、パパ・松井、店長・藤原・上松かな。お、再びワッタン見つけたのか。リンタロが近づいた。松井さんパパも近づいた。残り1分54秒。トップは終わった。あったもペースアーピーだ。残り6人分。残り28秒。3番手はパッパやね。松井さんはだいぶ後ろ行ったの。まだ大丈夫。残り10秒。ファイナルラップやね。タイムアップ。3番、55番、54番、52番、56番、55番、55番。
どうしようか。すごい元素食った。はい、勝ち上がりは渡辺凛太郎、渡辺っち。はい、では続きましてオープンクラス決勝 A 面に参りたいと思います。ポールポジションかっちゃん、続いて勝田選手。はい、かずちゃんでコーヒー、ワッタンリンから渡辺選手。3人ですね。はい、では参ります。キングレオープンクラス決勝 A 面8分間周回レース、スタートです。スタート10秒前。スタートしました。本日はなかなかバンピーなコースレイアウト路面となっておりますが、オープニングラップトップで帰ってきたのはカッチャン、2番手カッタ選手、3番手カッチャン、4番手コーキ、5番手リンタロウ、6番手渡辺金、7番手渡崎選手。あと、さあ2番手クラッシュアタ、さあ入れ替わりがあってコーキが2番手に浮上、いやコーキも危なかったがキープ、すぐ後ろカッチャン、トップカッチャン、2番手コーキ、3番手カッチャン、4番手凛太郎、5番手勝田、6番手渡辺っち、7番手渡崎。さあトップ勝ちちゃんが現在ストレートから1コーナー2コーナーに入っていく赤白のザウバー C9、 それを追います白蛍光レンジ、高校生ドライバーの渡辺浩輝、勝ちちゃんの後ろ 1.1 秒。さあそして同じくティーンネイジャー凛太郎が3番手、イエローのマシンが浩輝、さあ浩輝の後ろ、この周回で 1.1 秒差。さあ4番手に勝田が戻ってきたブルーのマシン、さあ1コーナー先頭、さあ和田さんが先頭出た。さあ残り時間は6分30秒です。レース残り6分30秒。トップカッチャン、2番手後期、さあこの週で1秒切ってきた 0.6 秒差。3番手凛太郎が 1.8 秒後方、4番手勝田が凛太郎の後ろ 1.2 秒、5番手渡辺っち、あっカズちゃん絡んだ、さあが渡辺っちカズちゃんの5番6番争い、7番手に割ったん。さあここで3番4番か、さあ凛太郎勝田、3番4番が 0.4 秒差だ。トップカッチャン、2番手コウキ、ここはこの周回で 1.1 秒差。さあ3番手少し遅れたか、コウキの後ろ凛太郎が 2.6 秒、しかし凛太郎は勝った選手を背負っている。さあレース残り時間は5分40秒。あっとカズちゃん渡辺っちがひたすら絡む。さあブラインドマーシャルも一切気にせず、現在3番4番争いですね。凛太郎勝ったの3番4番争いが知ると、おっとさあ2番手浩輝がミスがあった。これでかっちゃんとの距離は 2.2 秒、そして2番手浩輝後ろ3番手凛太郎が2、ああ苦しかった。さあ凛太郎3番手キープ、イエローのマシン、さあしかし浩輝との距離は少し広がって、レース残り5分です。残り5分、そして計測は止まってるくさいね。音ならへんもんね。まあとりあえず、トップかっちゃん2番手後期、あ戻して戻して、マーシャル戻して、さあこれで3番手に勝田選手、そうやね、3番手勝田選手、4番手渡辺っち、5番手凛太郎、6番手勝ちゃんかな。さあ残り4分20秒、読み出したの。さあトップ勝ちゃん、2番手後期、ここが残り4分です。残り4分、打てそうや。トップカッチャン2番手コウキは 3.5 秒、
勝田がその後ろ同一ですので、ホーキとの距離は、ここで見てくるの。うん。勝田幸輝が 3.5 秒、うん、で勝田の後ろカズちゃんか、カズちゃんが 3周ってこと、残り時間3分です、残り時間3分、残り3分、あっと飛んだ、幸輝が2番手入れ替わり、さあ勝田幸輝2番3番、あっとしかし勝田ここは4コーナー苦手なコーナーだ、さあこれで再び幸輝が2番手、その間にトップの勝ちちゃんが逃げる逃げる、レース残り時間は2分30秒です、残り2分30秒、トップカッチャン、2番手コウキ、3番手カッタ、ここが近い1秒差、4番手にカズちゃん、5番手バッタン、リンスタロウか、リンスタロウは違う、残り時間は2分10秒、リンスタロウ4番、残り2分、さあ残り2分です、残り2分、さあ後期勝ったがテルツノーズ、残り時間1分30秒、さあこれでカッちゃんは勝田選手の背中が見えてきた、注目は2位争いですね、現在中央セクションの2番手白蛍光レンジ、1コーナー2コーナーに入っていく高校生ドライバー、幸輝選手2番手、その後ろ、青白のマシーン、勝田選手が1秒切ってきたが、その周で 0.6 秒差だ。レースは残り1分です、残り1分。ああ、その2番手争いの背後には、なんとトップの勝ちちゃんが見えてきた。レース残り45秒です、残り45秒。あっと、幸輝ミス、さあ2番手入れ替わり、さあしかし幸輝の前で勝田持つのか、レースは残り30秒です、残り30秒さあ2番手勝田、3番手幸輝、さあ注目2位3位争いだ、残り時間は10秒です、残り10秒、残り10秒、さあ残り2、1、あっと幸輝痛恨のクラッシュ、さあワッタンゴールですね、渡辺父勝田2ゴール、カズちゃん幸輝かっちゃん凛太郎でデシャゴール、あかっちゃん入らない、前はトップゴールです、お疲れ様でした。さあオープンクラス優勝はかっちゃん、2位勝田選手、3位幸輝選手でした。まあ、ちょっとあのミスカウントありますので、まあ、上位3台は間違いないです。はい、以上にて本日金曜ウレタンレース終了です、お疲れ様でした。